牛丼太郎。牛丼太郎は日本にかつて存在した牛丼をメイン商品とする飲食店。株式会社、深沢、埼玉県和光市が経営していた。2012年8月11日、東京23区内に残存していたすべての店舗が牛丼太郎としての営業を終了。そのうちに店舗は翌8月12日以降、外看板の 牛の文字を隠し、株式会社丸光が経営する、どんぶり太郎、どんぶり太郎に変更して、営業を続行。そのうち1店舗は2015年3月31日に、閉店し、2015年現在営業しているのは1店舗、餃子だ店のみとなっている。牛丼太郎を経営していた深沢は、2013年9月6日に、埼玉地方裁判所より、破産開始の決定を受けた。 1970年から1980年に、吉野屋で副社長を務め、1980年7月の、吉野屋の会社構成法的要申請に伴い、吉野屋副社長を退任、後に、松屋で顧問を務めた、深沢五郎が1983年7月に、東京都中野区で設立。1997年当時は本社を、練馬区に置いていた。もと低価格路線を取り、 小規模チェーンながら安価だ当な食品、サービスを提供しており、1999年12月期には売上高5億6000万円を計上していた。当初は牛丼とそれに関連する定食、および当時は長時間帯のみ納豆丼を扱っていたが、BSE 問題の時期からカレーライスをはじめとしてメニューが増えた。1997年当時の日本。 食料新聞社の記事によれば、十数年前から多店舗化を推進しているが、西部新宿線や JR 中央線沿線に8店舗の出店で止まっている店舗あたりの月賞は、推計200万円と知られていた。しかし、スキア、吉野や松屋等の大手チェーン店との競争激化に伴って、販売の伸び悩みが続いた上、価格の切り下げを余儀なくされるなど苦戦を強いられており、 BSE 問題の影響もあって2008年12月期には売上高1億6500万円。2011年12月期には1億5000万円まで下落。業績回復の目処が立たないことから2012年8月には店舗の営業を停止し、債務整理に着手していた。2013年9月6日には埼玉地方裁判所より破産手続き開始の決定を受けた。 深沢五郎自身も、1980年7月の吉野家の会社構成法的要申請に伴う吉野家副社長退任につい、吉野家は、セゾングループ参加の下で再建を進め、1987年に会社構成計画集結、二度目の牛丼チェーン運営企業の経営破綻を味わうことになった。かつて公式サイトが存在せず、一部を除き、 各店舗の電話番号がタウンページに掲載されていないなど公式な情報宣伝をしない営業姿勢だった。これは当時の社長がインターネット等のツールに興味がなくそういったところにお金をかけるのであれば少しでも安く牛丼を提供したいという意向があったためだとされる。その後2010年6月11日より公式ウェブサイト、公式モバイルサイトを開設しウェブによる 広報、求人活動を開始したが、2012年4月1日以降、公式ウェブサイトがアクセス不可となり、さらに同年7月以降複数の店舗が閉店。同年8月11日、東京23区内に残存していたすべての店舗が牛丼太郎としての営業を終了した。破産管財人に取材した東京スポーツの記事によれば、2012年8月に、 牛丼太郎としての営業を停止する前に、当時残存していた5店舗の内泳ぎ店と、明型2店の2店舗を、従業員が設立した別会社に渡したとしている。しかし、事業の譲渡が行われた経緯を示す書類が残って、おらず、丼太郎として現存する2店舗が、現在も、深沢の財産であるのか、正式に譲渡されたのかもはっきりしていないと報じいた。 妙型2店従業員に取材した、ハーバービジネスオンライン、副総社、およびウィズニーズ、朝日新聞社の記事によれば、運営会社の倒産と同時に、有志3名と株式会社丸光を設立。当初は、妙型2店のみ運営を引き継ぐ予定であったが、思いのほか牛丼太郎で働きたいものが多かった、ことから、賃貸契約が切れるまで、代々木店も運営を続けることになったという。 丼太郎という店名については、なるべく予算をかけずに看板を変えようとした結果である。他、牛丼太郎の面影を残すことにより、懐かしく思って足を運んでくれる客への期待、及び以前とは別会社であることをアピールするための苦肉の策などの理由があるとしている。開業にあたっては、食材の仕入れ先から取引を断られたり、運営会社が変わったという理由で、 賃貸契約の結び直しや高額な資金、家賃を求められるなど苦難があったとしているが、牛肉の取引業者やビルオーナーの協力により、苗型2店の運営に成功していると報じられている。かつてはどの大手牛丼チェーンよりも低価格で牛丼を提供していた。1990年に、吉野家が並いっぱい350円から400円に値上げを発表し、 他のチェーン店もそれに追随する中、牛丼太郎は350円を維持していた。その後も松屋フーズに対抗して300円、神戸ランプ亭に対抗して250円と、大手チェーン店が価格を下げるたびに、牛丼太郎も値下げを断行し、2001年には並いっぱい200円にまで、下落した。しかし、低価格化に伴い、夏でも冷房を入れない店舗があるなどサービスは低下。 参加店舗の離反も相次ぎ、集客力が低下し、この期間に多くの店舗が閉店した。さらに2003年末からの BSE 問題により、米国産牛肉が輸入できない事態となり、それを使用していた牛丼太郎も影響を受けることとなる。米国産牛肉の在庫が尽きて、大手牛丼チェーンが牛丼を販売中、吉豚丼などの代替メニューに切り替える中、 牛丼太郎は引き続き牛丼の販売を続ける方針を示し、米国産牛肉の在庫がなくなる2004年2月中旬頃から3月中旬頃までは牛丼への一時的豚肉混合や、高州産牛肉への切り替えなどの対応を行い、2004年11月まで並一杯250円で提供していた。しかし、高州産牛肉の価格高騰の余波や、原材料の見直し、 日本産牛肉も一部使用などの影響も受け、順次価格改定が行われた。2010年6月時点では並一杯290円で、あり、他牛丼チェーンと同程度の価格となった。2012年2月時点では並一杯250円となっていた。一部のメニューは店舗によって販売していないケースや、同じメニューでも店舗によって添付品や内容が異なる場合もあった。 また、野菜サラダ、味噌汁などとのセットメニューもあり、量や安さを求める客層にも対応していた。代々木店と明型二店は2012年8月12日以降、どんぶり太郎と店名を変更して営業。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。